ご視聴いただきありがとうございます。八野でございます。この動画では YouTube のコメント欄や私の LINE アットにいただいた質問やコメントに回答していきます。はい。まずね、指標ですけども、ビットコイン、ニューヨークダウ、日経平均、もう全部右肩上がりですね。はい。で、その中でもニューヨークダウなんですけども、先週ね、最高値を更新し続けて、今週ちょっと落ち着いて、来ましたけど、まだね、でも高値圏にいますので、ぜひね、米国株投資、はい、やっていただけたらと思います。なので、米国株投資を勉強していただくのに、無料でもらえる書籍2冊ね、解説しますので、ぜひね、こちらの QR コード読み取っていただいて、無料請求して勉強していただければと思います。はい。で、こちらが AI を使った米国株投資ということで、10倍以上になるね、銘柄を見つけるためのやり方、解説してますので、こちらもね、合わせてもらっていただけたらと思います。はい。そして、サイバー投資ですね。たくさんコメントいただいて、コメントをバックするのも結構大変なんですけども、本当にありがたいことです。で、その中でですね、こんなコメントいただいてます。初心者ですいません。サイバー同時はどこで売却すればよろしいのでしょうかと。サイバー同時のエアドロでもらった7000トークンってどうやって売るんですか。初心者などで売り方がわかりません。教えてくださいということなので、今回はですね、サイバー同時ね、売り方ですね、解説したいと思います。で、まあ、それ以外にもね、たくさんコメントいただいてまして、ちょっと簡単に紹介させていただきますけれども、シード時勢いやばいですねと、2日で2万が68万になっています。スコティッシュも期待できそうなので、少し小額買いました。ミームコンバットはじめ期待できるミームいっぱいありますね。情報ありがとうございますとか、あとはこちらですね、40倍超えた、もっと買っておけば、それでも4000円の初期投資と10倍になってから追加した4万円が40万円近くになってると。はい。3万円買ってたら1000万円ね。1BNB 買ってた人いるかな。はい。もし買ってたら1000万になってましたねと。はい。八野さんの動画で知って5000円だけ買っておいたので、かなり利益取れました。ありがとうございます。これからも見続けますということで。多分ですね、多くの方 0.1BNB ですね。だからだいたい4500円くらいですかね。はい。買っていたのが、まあだいたいそこから100倍くらいになったので、まあ40万、50万くらいになっているということで、リスクを取った方はね、やっぱりそれなりのね、リターンを得られたということで、エアドローだけだとね、まあ今結構価格が上がりましたけれども、後で解説しますけど、まあせいぜい1ドルくらいにしかなってないので、やっぱりね、こういうのはリスクを取った人がやっぱりリターンを得るということですね。はい。でですね、はい。こういったコメントもありまして、マジか、以前のボンカーの件もあったから今回はスルーしましたが、成功するパターンもあるんですねということで、本当にですね、今回たまたまですね、だから私もね、結構いろんなやっぱり暗号通貨解説して、サイバー投資たまたま爆上げ案件になりましたけれども、まあ本当に、ね、もう本当10個20個解説して、まあ当たるかどうかっていう感じかなと思いますので、サイバー同時ね、私が紹介するもの必ず上がるなんて思わないでくださいね。たまたま上がったので、はい。で、以前ですね、解説したボンカーですね、ボンカーも本当に上場してすぐに売れば儲かったんですけれども、その後ね、私もホールドし続けたら消えてしまったので、まあそういう案件もあるので、やっぱりね、売り時結構難しいんですけども、はいね、注意していただければと思います。でですね、これ本当に参考なんですけれども、私がね、その仮想通貨投資、まあ、投機に近いのかもしれないですけれども、やり方ですね、こういう考え方でやってますということで解説しますけれども、まあね、仮想通貨本当にハイリスクなので、まあ10個ね、投資投機して、まあ、9個がダメだったとしても、今回のね、サイバー同時みたく1個が10倍以上、今回は100倍になりましたけれどもね、そうすればまあ10倍だったらね、トントンになるし、11倍以上だったら利益になると、今回のサイバー同時だったらもう本当にね、利益が出ましたという感じになるので、まあ一個にね、こう数万、数十万、がっつり投資するよりは、もう複数の案件に
ね、数千円ずつ投資して、で今回もね数千円、例えば4500円だとしても100倍になれば45万という感じなので、まあ、こんな感じで仮想通貨投資やるのがいいんじゃないかとね思って私はやってますと。はい、なのでクリングルームね、皆さん余裕資金でやりましょうね。100万とかいきなり突っ込まないようにね、まあそこまでやる人いないと思いますけれども、まあ、せいぜい数千円くらいだったら本当にねボンカーみたく消えてなくなっちゃっても、まあ、しょうがないかで終わりますので、それがねやっぱ10個20個の中で1個でも今回みたいな100倍みたいなものが現れると、はい、元は取れますので、でこの考え方なんですけれども、あのホリエモンチャンネルでね、昔あの居酒屋ホリエモンチャンネルっていうのがあって、ホリエモンがこの考え方を話していたんですよ。でそれも本当にその考え方いいなと思って私やってるんですけども、で残念ながらですね、この動画今ねなんかこう非公開になっていて見れないんですよ。本当にねいいあのお話なのにちょっと残念だなと思うんですけども、はい、まあこういった内容のことを話していた動画なので、私もね真似して同じようにね、もう投資っていうのはまあこういうもんだとね、あの必ずなんかね私が解説してる案件に乗っかれば儲かるかっていうとそうではないんだよというところはね、皆さん本当にあの理解していただけたらと思います。はい、でそういった中でもですねまだまだ懲りずにね上がりそうなミームトークン見つけてきましたということで、こちらはスコティッシュテリアのミームトークンですね。はい、で今プレセールやってますので、でこれもねやっぱりハイリスクハイリターンなのでね、もしねお小遣い程度でもしかしたら上がるかなと思った方は本当にね、3000円5000円程度やってみていただければと思います。はい、こちらのね QR コードからプレセールページアクセスできますので、まあ本当にねあのお小遣い程度でやっていただくのがいいんじゃないかと思います。はい、で前置き長くなりましたけれども、本日のコメント回答動画ですね、まずですねゼウスネットワーク今朝からですねマイニングしようと思ったら、あのまずアプリの更新ですね、アプリの更新促されて、アプリの更新したら KYC ね、立ち上がって、まあ、KYC やんないとマイニングスタートできないということなので、KYC のやり方共有します。あとメタミーンですけれども、これね、多分ね、2週間くらい前からかな、マイニングできなくなって、もう2週間も経ってるんで、まあ、このまま多分終了しちゃうんじゃないかなと思ってますと。はい、で3番目ですね、問い合わせのあった、はい、サイバー同時の売り方ですね、解説していきます。で最後いつものようにオーバープロトコルのクイズの回答を共有しますと。はい、でまずゼウスネットなんですけれども、今朝ですね、はい、マイニングしようと思って立ち上げましたら、まずねアプリのアップデートを促されまして、アプリのアップデートしましたと。でアプリのアップデートしてまたマイニングボタンを押したらですね、今度はね KYC やんないとマイニングできないよということなので、じゃあ早速ね KYC やろうということで、はい、やり方を共有しますと。まずねメニューボタンを押していただいて、で一番上に KYC ありますので押してください。はい、そうするとこういう画面になりますので、はい、コンティニューと押してください。はい、そうすると住所とあと誕生日を入力する画面になります。で住所がね英語表記なので、後ろからですね番地町名、市町村そして県で郵便番号ということになるので、でこれねわからないっていう方はこの君に .jp というところでね日本の住所を入れるとこう英語表記に変換してくれるサイトありますので、ここを使ってご自身のね住所を変換してください。これスカイツリーの今住所入力して変換したらこうなりましたということで、あとはこれをね切り取って貼り付けていくとね、まずジップコードはここですね。はい、であと上からここですね、番地町名番地ですね、押し上げ 1-1-2 は 1-1-2 押し上げをここに書きますと。はい、その次が、市町村墨田区ですね、墨田区と書いて、で都道府県が東京都という感じなので、まあ、こういう順番で、はい、記入していただければと思います。であと誕生日はですねこの三角矢印を押すと西暦と月が選べますので、西暦と月をここで選んでいただいて、あと日付をねご自身の生まれた日付を押していただいて、はい、でコンティニューと押していただければと思います。はい、そうしますと国旗ね、国の選択画面で出てきますので、こちらを押していただいてジャパンを選択していただいて、
はい、であとは電話番号ですね。で電話番号は頭の0外していただいた状態でね、プラス81の90ですね。080だったらプラス81の80から入力してください。であと名前と名字ローマ字で入力していただいて NEXT を押しますと、はい、そうしますとどの証明書を使いますかということで、まあ、運転免許証か真ん中がマイナンバーですかね。でパスポートかと。で私パスポートを選びましたと。で選ぶとね、旅券番号の入力画面出てきますので、旅券番号を入力していただいてコンティニューと押しますと、はい、そうするとね、セルフ写真の撮影に入りますので、まあ、こういうふうに撮影してくださいということなので、こちらですね、テイクアピクチャーって押しますとカメラが起動しますので、はい、カメラで撮影していただけたらと思います。で撮影終わったらここですね、アップロードフォトということでアップロードするんですけれども、もうこのアップロードがね、もう返ってきません。10分経っても20分経っても、もう多分ですね、これ運営がちょっと頭が弱くてね、マイニングの時に KYC なんて要求したらね、多分今日明日でみんなが一斉に KYC やるので、サーバーが多分パンクするんじゃないかと。で写真とか結構データ量が大きいので、まあ、一斉に多分みんなね、今日から明日にかけて KYC のためのこの写真をアップデートしてサーバーにアクセスするので、まあ、ものすごいアクセスになるので、まあ、多分つながらないんだろうなということで、下手したらね、2日3日もしかしたら1週間くらいですね、 KYC できずにマイニングもできないっていう状況が続くんじゃないかと、はい、思ってますので、一応ねやり方としてはここまでですね。多分この後、あとパスポートとかね、証明書の写真を撮影してアップロードとかいう感じかなと思いますので、はい、ちょっとねここばかりは本当に、まあみんなが KYC ね、あらかた終わると空いてくると思いますので、で KYC が終わんないとマイニングできないということなので、皆さん多分マイニングできずに止まってると思いますので、はい、こればっかりはねちょっと運営がもうちょっと頭ね働かせて考えていただければね、こういうサーバーがパンクするなんて想像つくと思うんですけどね、はい、という状況なので、まずここまで、はい、やっていただけたらと思います。はい、そして2つ目ですね、メタミーンなんですけども、もう2週間くらい前からですね、この画面が出てつながりませんと。でさすがに2週間経ってるのでもうダメかなと思ってます。はい、なので残念ながらね、やっぱりね、マイニングアプリ結構やっぱ10個に1個は消えていきますって感じですかね。はい、ということなので、まあしばらくね、あの1ヶ月くらいはまあ様子見でつなげてみますけれども、もうダメだったら諦めようかなと思っている次第でございます。はい、そしてお待たせしました、サイバードージですけれども、まずですね、エアドロなんですけれどもね、最初3週間って言って、もうその日のうちにやっぱり1ヶ月と言って、で今朝見たら3ヶ月になってましたね。89日になってました。しかもですね、ね、登録した時の無料エアドロが前は7000だったのが3500、半額にされて、で今朝見たら1000までね減らされてましたということで、まあそうですね、価格があそこまで上がったので、前と同じ7000なんて配れないよっていうことなんだと思いますけど、それにしてもね、エアドロ1000もらってもこれ出金できるのが3ヶ月後ということなので、3ヶ月後どうですかね、上がってればいいですけどね、ちょっと微妙ですね。はい、ということなので、まあはい、これからねエアドロする方は、はい、ちょっと気長にエアドロを申し込んで待っていただければと思います。はい、でですね、アプリの方でこのね DEX ツールですね、 DEX ツールというボタンを押すと、はい、チャート見れますの で、 で結構昨日ね上がったり下がったりといってね、0.0001 割るところもあったんですけども、今回復して 0.00015 というところでね、まあこの辺であればね、まだ100倍くらいですかね、はい、保っているので、もうそろそろ比較してもいいのかななんて個人的には思いますけれども、はい、上を目指す人はガチホしてね、まあ頃合い見て比較していただければと思います。はい、じゃあですね、実際に、どうやって売るのということで解説していきたいと思いますけれども、まずこのサイバードージのこの画面で下の方にスクロールしていくとチャートがあって、その下に DEX スワップというね、まあ、DEX が
ね、アドインされていますので、ここでやっていきますと。でここでまずコネクトウォレットというところを押していただいて、メタマスクを選んでいただいて、メタマスクと接続しますと。で多分皆さんもメタマスク作ってると思いますけど、もしねまだ作ってないよという方はメタマスク、はい、こちらの動画を見ながら作ってください。で今回はバイナンススマートチェーンですね、 BEP20 のネットワーク使うので、メタマスク登録インストールしただけだとこの BEP20 入ってないと思いますので、このネットワークを追加して BEP20 のネットワークに設定しておいてください。はい。でそうしましたらまたねポップアップ出てきて、メタマスクというところを、はい、選択していただいて、でメタマスク立ち上がりますので、ここでねバイナンススマートチェーンになっていることを確認していただいて、はい、でサイトに接続しますかで接続としますと。はい。で接続されるとね、ここにアドレス出ると思います。はい。で上が BNB、 下がね、サイバー同時となっていると思いますので、まずはね BNB でサイバー同時を買うときはこの状態で、でサイバー同時を売りたいんだったらサイバー同時を上に持ってきて、この矢印を押すと上と下逆転しますので、まあ、そんな感じで交換取引していただけたらと思います。じゃあねまず BNB でサイバー同時を買うとした場合ですね、まあ、数量例えば 0.001 入力していただくと、まあ、今のレートだと2012サイバー同時買えますよということで、ここでスワップと押していただくと、またメタマスク、はい、選択していただくと 0.001 で買いますよという確認画面ですね。でここにですね手数料が出てきますので、で今だと手数料だいたい 0.001 ということでね、はい、この程度の金額だと、まあ、手数料と同じくらいになるので、ね、やっぱり少額だとねちょっと割に合わないかなと思いますので、はい、注意してくださいと。はい。で今回はね、BNB を CD サイバー同時に交換するやり方なんですけども、サイバー同時をね BNB とか USDT に交換したいのであれば、ここの矢印ですね押していただくと上下反転しますの で、 でサイバー同時ね、例えば7000トーク売りたいよってなったら7000トーク入れていただいて、で BNB であればこのまま、はいね、スワップしていただいて、 BNB じゃなくて USDT がいいよっていう方はこの三角矢印を押すと USDT 選ぶところがありますので、 USDT に変更していただいてスワップしていただけたらと思います。はい。で、ね、今7000トークンだとやっと1ドルくらいですかね。はい。なのでもうちょっと寝かしてね、エアドロップもらっただけの方はもうちょっと寝かしておいた方がいいのかなと思いますので、はい、そこは皆さんにお任せします。はい。ということでね、サイバー同時、エアドロップ、セカンドエアドロップ始まってますのでね、もらい そびれたよという方はぜひね、こちらの QR コード読んでいただいて、はい、サイバー同時もらっていただけたらと思います。はい。そして最後ですね、オーバープロトコル、今日の回答ですけれども、トランザクションフィースということで選びました。で似たような単語並んでますので間違えないようにね、トランザクションフィーですね、はい、選んでください。この順番も人によって変わってますのでね、一番上だなんて思わないでちゃんとね、文字を見て回答を選んでいただけたらと思います。はい。でオーバープロトコルのアプリ、こちらの QR コード読んでいただいて紹介コードを入力してください。詳しい登録方法、遊び方についてはこちらの動画で解説してますので参考にしてください。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方はいいねボタンをお願いします。またこのチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。